着氷性の霧とは、微小な過冷却の水滴が浮遊する気象現象のこと。霧の一種。着氷性霧、過冷却の霧、過冷却霧などとも言う。着氷性の霧と、無氷着氷性の霧の中を飛行して氷が付着した、ジェットエンジン CFM-56 の全部、過冷却の水の性質上、この霧は、物体の表面に衝突すると、 その衝撃で凍結し氷になる。水滴の大きさによって様々な形の氷ができる。地上に発生する霧と同様に、上空の雲にも着氷性の霧と同じ過冷却客の水滴でできたものがある。このタイプの雲は比較的多く、高緯度ほど多く発生し、中引く緯度でも上空の雲はこのタイプである場合が多い。空気が過飽和になると、 その空気に含まれる水蒸気は凝結して雲になり始め、下放和度が高くなるにつれてその中の水滴の密度が高くなってくる。日常生活の中で水が摂氏零度を下回るとすぐ凍結するのとは違い、霧ができた状態で何らかの原因によってこの空気が冷やされて摂氏零度以下になると霧の水滴は過冷却の状態になる。これは 水滴が非常に微小な休憩をしているためである。水が凍結するためには結晶化が安定して進む必要がある。そのためには水分子が微小スケールで集まるための核となる物質や衝撃などが必要になる。地球上の多くの大気中にはこの核となる物質が少ない。また衝撃の要因も少ない。よって、 気温摂取0度から約摂四42度の範囲では着氷性の霧が存在する。少ないと言っても凍結核は存在しているため、引く。摂氏15度くらいで凍結核によって凍結する水滴が現れ始める。摂三32度くらいで凍結核なしでも自ら凍結する水滴が現れ始める。摂四42度はほぼすべての水滴が凍結する温度である。 霧の中で、数滴が凍結すると、周りの水滴が蒸発、消化して成長するライミングが起こり、凍結が進んでいく。気温が低くなるほど凍結する水滴が増え、ライミングの速度も増す。ただ、凍結が始まる、摂氏15度以下の温度でも、短時間であれば、着氷性の霧は存在する。過冷客の霧は、主に水滴の大きさ、場合によっては温度により、 その付着形態が変わる。水滴が非常に小さい場合、樹氷となる。粒状の氷が中状、針状、層状に積もる。霜にも似ており、柔らかく崩れやすい。白色不透明。水滴がやや小さい場合、荒氷となる。樹氷より大きな、粒状の氷が層状に積もったもの。樹氷よりも頑丈だが、 それでも手で崩せる程度である。白色で近づいてみると半透明、透明である。水滴が大きい場合、右表となる。粒同士が融合しており表面が滑らかで非常に硬い。頑丈で厚いと手で崩すことが難しい。無色透明。ありがとうございます。